はい、えー、こんにちは、翔太です。ポケットモンスター、ソードシールドのシングランカマッチやってきます。前に、ポリヒトデみたいなのをね、よく使ったんですけど、まあ、ポリゴン2って実際はラッキー受けがかなり怪しくて、あ、ラッキーじゃない,いや、<laughs> サンダー受けね。サンダー受けが実はかなり怪しくて、ステロ絡むとね、結構乱数でかなり飛んだりするっていう、まあ、ところがあって、玉サンダーのね、場合なんだけど、っていうのがあって、まあ、ラッキーにした方がなんか硬くていいんじゃないかなっていう、あと、まあ、単体で、 ダイマックス打ち合ったりできるっていう強さはポリゴンズあるんだけどラッキーはステロデンジで裏にねつなぐ動きが結構強かったりするんで、まあ、そんな感じでねやっていけたらいいんじゃないかって思ってたんですけど相手なんかあれだね典型的な強いパーティーって感じだけどうーんどうしよっかなガブが直気かどうかでサンダー通るかかなり変わるけどいやたらラッキー投げる理由もあんまないかな多分ランドロスから入るのはいいんだよね 誰と当たっても基本的によくて、ウーラオス持ってかないとポリオン2殺せないからさすがにウーラオス必要か。うーんで、まあマンムーにもウーラオスかなり強く出れるからよくて。でなるとラストね、でこれラッキー別に役割対象いないでしょなんだかんだ持っていくべきはサンダーじゃないかランドウーラオスサンダーがいいと思うけど。 まあ、ウオナラゴンきついっちゃきついんだけど、ランドロスが、上から一応ね、ウオナラゴンどんな風でも、ランドロス上から動けるっていうのと、威嚇入るから、まあ、割と、緩和していけるんじゃないかな。本当はドヒドヒで欲しいけど、マンムーガブリアスって見ると、ちょっと投げにくくて、まあ、ポリゴン2に毒入ると、っていうところはあるけど、まあ、ヒードランいるからね、それで後手後手になっちゃうのも、あんまりあれなんだよね。で、 ここ何から入るかだけど。ああ、ダイマしてきそう。ダイマしてきそう。まあ、素直にトンボ打つか。威嚇範囲なかったのちょっと想定外だけど。なんか前、ドンカマンムーってあったよな。ただ、炎技、普通に、ちゃんと抜群で入るようになっちゃうけど。で、マンムーが、ここ、ま何をしてくるかだけど、裏を着地させとけば、うん。 落としてきて、ステロまかれなかったのはいいかな、かなり。こっちに、かなり都合いい気がするけど。で、強打でマンムー飛ぶでしょこれ誰も受け聞いてないんだよな。ガブ出てきたとしても、削れるから、強打打って、そうすると三段をダイジェット通しやすいかな。これで、まあどうするかみたいな。ウロス B が硬いからさ、普通に物理相手だったらサイクルできるんだよね。だバンギー、 使って,て思ったけど、交代ギの裏オすに本当に負荷かかんなくて、それがめちゃくちゃね、きついっていう、ドランはい。これはドラン処理できたから、まあ、ドヒドとか持ってきてたら裏の受けを並びがかなり通りそうではあったけど、まあ、結果論は言ってもしゃあなくて、残半。はいはいはい。まあこっちのドヒドラッキー見ると、持ってきたくなるよね。で、僕は受け崩しは、まあ裏押すと、ピクシーがね、結構、 受け回しに刺さったりするかなと思って持ってきたかったんだけどまあヒードランがいてちょっと投げにくかったかなヒードランに対して何もできないのとねその辺がでとりあえずこれ数滴有利取ってて相手の裏がポリツじゃないことがここで割れたから最悪ウーラオスは切っていいと思ってるけどガブがこう剣謀すんだったらこっち突っ込んでガブ殺しに行かなきゃいけないんだよね うーん、どうしよっかな。ただ、マンムー考えると、割と、残したい話あるんだよな、ウーラオス。えー、ここら、ランド引き。えー、どっちかな。ちょっ、あー、でもここで、あれか、直気じゃないならサンダ通せばいいから、ランドロス引き一回していいか。この動きで良さそうだけど。 ラッキーの話をしてたのに、ラッキー選出しなかったから、ラッキーの動画にはなりません、この動画は。いや、2戦目によるな。あー、オッケーオッケーオッケで、ここに出せたのでっかいのと、自信2体とも通るから、まあ、自信をしてっていいと思うけどね。うん。で、上から殴れるから、しっかりと削っていけて、スケールショット、 これは S 抜かれちゃうけど威嚇入るから割といやめっちゃ当てるなおい5回はちょっとやりすぎうーんまあ地震連打かなであとあれかいやまあでもガブリアス A 下がって ってるからサンダー激重いでしょ型が分かんないなまだまあ少なくとも命の玉みたいなそのダイマックスして受けを殺す,殺すタイプじゃなくてここでダイマ切ってくるいやーでもこの動きするんだったらなんか直撃っぽく見えるけどなでガブ S1 個上がってるからサンダージェット2回打たないと抜けないのきついね ウーラオス先行って、不意でもしといた方がいいかな。それか。うーん。ーでがっつり削って、三段をジェットで処理するここの打ち合いに負けないんだったら、いいんだけど、いや、でもいけるか、さすがに。マンムーに、つぶ手とか考えると。 ちょっとなんか残しときたい気するんだよね。えー、っとねー。ウォールから入りたいな。あ、オッケー相手引いてないんだったら、ウォールで正解で。いや、マジでそんでさ、そのサンダーが、羽休め使えるってのが、本当に、当たり前のこと、めちゃくちゃ当たり前だしさ、みんな、もう、 半年前から知ってたことだけどさ、サンダーの羽休み激強いんだよな大ダイールにもなるし。こういうポケモンが一番なんかつ強い気がする。シンプルにその、なんていうの。殴って強いし、それなりに硬いし、まあダイマックス含めると硬いしさ。でなんか、回復技持ってて、タイプも強くて、みたいな。弱いとこないんだよね。ダイロック食らうけど、A 下がっ 出るダイロックでしかも次チビになるからああこれであれだねブラウス残してよかったねマンムーに上からインファぶち込んで終われるからいや妙にやっぱ硬いから直気かなもうちょい入るはずなんだよな砂入るけど次の普通になだれは大丈夫で えっと、マンムーの方がまだわかんないけど、スカーフだったとしたら、まあ、粒で打たなきゃ、ガブ殺せないから。あ、じゃあ、サンダー殺せないから。そうすると、ウーラオス、粒てなら絶対耐えるから。まあ、上から、あ、じゃあ、下からインファ入れて勝ちでしょ。それでいいと思うんだよね。てか、相手ヒードラン引きに、インファも一貫したけど、あまぁ、あ、ヒードラン捨てるしかなかったって感じか。戦術的に。 まあ、どう考えてもなんか無理だよね。ウーラオスをちゃんと後出しから処理できるように構築組もうとするとさ、なんかなくなるやりようが、本当に。なんかね、どう考えてもすべてに後手に回る並びになる気がするんだよ攻める動きで、かといったらウーラオスとさ、立ち向かうってきついよな。ガルーラみたいな感じだよな、イメージ。まあ、先制技とかない分あれだけど。うん。つぶって打つ。で、 これで、相手がスカーフじゃないんだったら、ウーラオスは絶対早いし、スカーフなら粒でこだわってるから、まあ、ザコっていう威力が。まあ、もらったかなこれでインパ叩き込んで、勝ちでしょう。うん。スカーフランドロス、あと意外と、僕しかあんま使ってる人はそんな見かけないけど。 ちょどうにでもなんかいる感じじゃないけど、たいさ、あの、ショテ投げてきてステローマックやつかさ、HB でサイクル回すためのやつか、剣部かみたいな感じだと思うけど。まあ、剣部がいるからめちゃくちゃ強烈だよね。ランドロスの存在感が。相手、どうしちゃったコンビニ行ったね。なかなか何も押したく,くなっちゃったわ。ここでわざ迷うとかだってないもん。うん。こだわってなかったのかな いいね。もう一戦やっていきます。はい。じゃあ、そのまま続けて、二戦目やっていこうと思ったら、なんかすごいこっちく引いたな。ガマゲロゲ、<laughs> まだおるんかい。うんブリザポスはウーラオスでいじめれるってか、これ多分かなりウーラオスでいじめれる感じで、うーん。まあ、あ海竜、どうするかみたいな。 話とかちょっとあるけど、これ受けの並びにピクシー刺さるかな海流に対して、お弱くないしね。ランド、ウラオス、ピクシーとか投げたいけどなぁ。ドヒド相手にサイクルできるのと、ピクシーも火炎玉トリック。ポリ通からすると、まあまあきついよなウラオスもラン,ランドロス通し、ああサンダーの方通しやすいか。ランドロスいらないうーん。 いや、ショテダイマだった時に。まあ、でもジェット打たないよなぁ、多分。ドラゴン打つでしょピクシーに引けるんじゃないサンダーのボルチェンから。ブリザポス、ブリ、うん、サンダーウラウス、ピクシーだと思うけどなドヒドも殺せるし。ああ、まあ、ランドでも殺せるのは一緒だけど。で、ブリザポスに対しては、ま、あ多分サンダーウラウスの並びが。まあまあいいんじゃない ラッキー、結局 <laughs>、選出しなかったね。な、受け録の構築、その受けるれ使ってた時もさ、思ったけど、結構刺さりいいんだよね。あの、ピクシーとか、ランクルスみたいな。うーんー、ゲロゲー。ジェット押してくるかなあ、じゃあストリーム押してくるかなここ、ポリツー引かれちゃうとかなり裏目なんだけど、突っ込んでくるならジェット押したくて、 うーんストリームをしてくる場合、裏ポリッツいないと思っていいから、一回ピクシー下げるか。まあ、毒かステロかストリームなんだよね。それかポリッツ引きだと思うんだけど。ポリッツ引いてる。はいはいはい。で、さすがに相手大麻しないと、うんとポリッツいないんだったら、 それは成立してないから、それはまずいはずで。うーんと、ここトリックすれば、ま、サンダーが通るんじゃないポリッツ、奇跡なくすから。ま、あマジックガード <laughs>、ポリゴン2マジックガードパクンのエグ。本当に死なないじゃん。ここは、まあまあやりづらいはずだけどね。0B。で、EL じゃないから、ああ、めっちゃ上だな。 かすねで、ポリッツ、次から出てくるたびにちゃんと逆効ダメージ入る、なるから、それはいいくて、まあ、月ピカ一回押しとくのがいいか。うん。瞑想して出てくる申し合いで、微妙になっちゃうより、こっちの方が良くて。で、ほん、あーいや、まあ、大丈夫かな、たぶん。ここ、 それにムーンフォースで切ってって一緒。あ,あ、今んとこ迷走しといた方がよかったなオッケー大間切ってくるんだったら、一発はさすがに耐えるから、サンダーで、ウォール絡めて、切り返してみたいな感じで、良さそう。で、あれか、ポリッツーより、ラッキーのがサンダー通す視点からすると、多分めちゃくちゃ通んないから、そういう意味じゃ、ポリッツーでね、サンダーを見ようとしたのは、本当に不安定すぎてね、何も、 見えれたもんじゃないだろうっていう感じだったから一発は耐えるよねうんまあムーンフォーエたすき潰しとまあすごに弾かまあちょっと削っておいてでポリッツ後で出てくると思うけどウーラオス着地して強打打って っていけるのと相手ダイマックスもできないからまあこれでいいと思うけどなガマゲロゲの方がまだどっちかわかんないけどサンダーを見据えてのダイアースだねそれはまあでもゲロゲー側からすると多分サンダーにダメージ通せる技そんなないんじゃない玉ダメも入るでしょえーこれ D1 個上がっててもダイマックス切れたらいけると思ってるけど そんな甘くないか。雨は三ンまあ、ウォールしちゃうから。暴風必中はあんまり役に立たない。ああここ引く。ええー、ここ引くのうまい。ここ引くのうまいね。ポケモンがお上手で。ポケモンが達者で。まあ、静電気パクられんのはまだ。えー、でもこれだったら雨役に立,て立たせれなくなるから。ウーラオスで。 全部潰しに行けないかな。海流がちょっときついか。裏海流かな。相手がな、どういう思考をして何を選出してるかって本当に分かったもんじゃないからね。TN とかで、この人知ってるなとかっていうときは、そりゃさ、知ってるわけだからさ。 <laughs> 枠とか見たことある人だと、どういう動きするなとかって、結構想像つくし、本当にその通りに来ることも結構あるんだけど、意外とね、ただ結構入ると、まあ奇跡パクって、これ HD だけど、まあ奇跡パクって、殴ってるわけだから。で、雨枯れて D アップもないから、ゲロゲロは多分関係ないでし、も無視していいと思うんだよね。ポリツーでも、あ、じゃあサンダーでもウラウスでも、殺せるから、 ここ早めに、ウーラを繋げとくべき。いやー、そんなことないな。ここ多分、気合でいけるよ。突破できる、突破できる。全然受かる気配ないもん。やけどダメもこれに入るから、次の多分、ダイマックス切れた後の暴風で飛ばせんじゃないかな。ウォールから入るダイマックスの切り方が本当に弱いのかなぁ。まあ、さっきんとこ、いやでもさっきんとこダイマックスの最後のターンだからなウォールから入る感じだったよな ダイマックスの最後のターンじゃなければまた話違うんだけど殴ってウォールしてみたいな感じの動きの方がいい時があるけどこああここボルチェンでいやー多分これいけるとこまでこいつで行った方がいいよなガマゲロゲはもうウラオスで殺せること確定してるから暴風で落ちるさすがに落ちるふっもうこういう時に限って外すの こういう時に限って君はさいつもそうまあこれあったらプラン変更かなえっとここのレイビーはさすがに耐えるでしょあっ跳ね連打した方がいいかうーんこっちだけダイマックス実りない感じで終わっちゃったなレイビー うん。で、やけどダメかさませて、まだ再生するターンじゃないんじゃないもう一回ぐらい跳ね押していいと思うけど。まあ、相手側からすると、TOD できる感じになってるから、あれだけど。再生、あー、ここ再生か。やりよるね。 いやでもレイビで半分いかないから、暴風、いや、暴風じっちゃダメなんだよな。ま、ここボルチェンで引くか、ウーラオス。で、ここ殴ってるなら、結局強打で取れるから強打は一貫あるでしょ <laughs>。急所か。さすがに入りすぎだと思ったけどね。<laughs> 急所じゃなくてこんな入るんだったら <laughs>。さあ、第3打、第3打とかで殺せるわけじゃん。だからジェットを、あ,あ、そうだよね。 10万で押してけそうだし。なんならジェットで殺せてるわ。うん。で、レイビ入るけど、そんなダメージないでしょ。うん。ああ、もうやだ、やった。ごめんごめん。羽で粘った僕が悪かったね。確かに。それは反省してるわ。これでブリザポスに勝てなかなったなまあでも。まあ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 。こう再生だから。 サンダー考えると、ポリッツは回復しとかないと、話になんないから。で、ポリッツの攻撃多分取らないんだったら、もう一発は絶対耐えるでしょもう二発耐えるかな ?50 ぐらいやから。うん。ねえ。なんか前もなかったか、こういう試合。お前もう一個引こうとすんな。レイビーの方が威力出るぞ。ちなみに。レイビー打っとけ。えー、ちょ、お願い。 お願いだよー、お願いだよ、もう。ポリッツーのさ、奇跡も奪ってるんだからさ、もう。いやいや、このゲーム、ウーラオスでポリッツー殺そうとすると、必ずこうなるんだけど。まだある、まだある、まだある、まだある。ま、あるもう今まで、前の動画の時もそうだったけどさ、こ最後のターンまで解けない時は、最後のターンも解けないもんなんでもう。 捨てに来たえ、ここ溶けたらお前どうすんのちなみに。もう一回ある、もう一回ある、もう一回ある。もう一回稼げていて、えー、10万でドひド、ちょもう、熱 <laughs> 湯を今撃たれてもさ、氷は溶けるけど、ウーロースの本体が死んじゃうんだよ。これ、毒あるってことでしょサンダー身代わりあるよ。今からで悪いけど。しかも、裏いないからボルチェン打ち続けれるんだよ。いや、10万で殺して、 トリツを暴風混乱で殺そう。いけるいけるいける。まだいける。とりあえずここ落として。弾だよ。オッケー。相手負け筋を引いたけど僕が運が悪くて引けなくて。いや、相手ポケモンうまいなーポケモンがうまいなーガマゲロゲは暴風で処理すればいいから。 いや、ポリツー奇跡もなくて焼けてるんだからちょっと頼む。半分以上入ってる気するけどな、暴風で。いや、さすがにそれはないか。超 TOD の構えだね。え、ね、なんでみんなのさ、ポリゴン2はさ、サンダーを見れるのにさ、で、しかも、ウーラオスまで見れるのにさ、僕のポリゴン2サンダーさえ見えない <laughs> 不平等だよ、このゲーム。とりあえずこれで TOD の負け筋。もう、また外したけど。 まだ耐える。まあ耐える。うん。たまとはいえさすがに耐える。こいつ悪事ないでしょ。まあ大丈夫。悪事ではない。もう <laughs>。おっとちょっとい,いけ、いや、暴風が切れるな、これだと。もうおかしいよ、このゲーム <laughs>。みんなのサンダーと僕のサンダー違うでしょ、個体絶対。別のポケモンだ、僕だけ。 いいよ、僕だけ一緒新大地方のサンダー使っとくから早くもう、会おうぜ、次の世代で。じゃあな。